国道505号線です。右手側の方に中華風居酒屋リオがあります。ここでは沖縄の家庭料理が食べれます。そのお隣がチャンプル民謡居酒屋となっており、島唄ライブもあります。この道をもうしばらく行くと左手側の方に、ここに癒しのリゾート泣き陣、癒しのカフェチュラ海、泣き陣体験工房、これらの看板が見えたら左折いたします。南国を思わせるような植物などの間を通り、沖縄の民家、そして左手側の方には与那嶺構造改善センターがあります。赤い花はハイビスカスの花です。創造居酒屋吉さんがもう間もなく右手側の方に見えてまいります。こちら前方に石碑が見えてまいりました。この道を直進いたします。大きくカーブしておりますので、直進するときにはお気をつけくださいませ。ここの左右はサトウキビ畑です。この道をまっすぐ行くと長浜ビーチへと行けます。前方に看板が見えてきました。癒しのリゾートのキッチンの看板と、ここが長浜ビーチへと行く道です。海が見えておりますね。ここから右手側のこの細い道をまだまっすぐ進んでいきます。砂利道などでガタガタいたしますが、ここを曲がりますとゲストハウス癒しのリゾート泣き陣です。